アンネッテ・シャーバンアンネッテ・シャーバンはドイツの政治家。所属政党はドイツキリスト教民主同盟。2018年から初代在マルタ騎士団ドイツ大使を務めた。2005年からアンゲラ・メルケル内閣で教育、研究所を務めたが、2013年に博士論文登用疑惑の責任を取り辞任した。他に1995年から2005年に バーデンビュルテンベルク州文化、青少年、スポーツ省を務めた、アネッテ・シャバーンとも表記される、ノルト・ベスト・ファーレン州、ユッヘン出身、ノイスのギムナジウムを1974年に卒業後、ボン大学とデュッセルドルフ大学で教育学、哲学、カトリック神学を学び、1980年に卒業、在学中セディの青年団組織、ユンゲ・ユニオンで、 政治活動に従事、同年博士号を取得、ボンのカトリック系研究支援財団で働いた後、1984年からアーヘンの市教長で社会教育部部長に就任、1982年から1984年までアーヘン市議会議員を務める、1987年から翌年までセディの婦人団体で連邦事務局長を務めた後、 ボンの教育財団に戻って1991年から1995年までその会長を務めた。1994年から2005年まではドイツカトリック中央評議会会長を務める。1995年、当時のバーデン・ベルテンベルク州首相エルビント・イフェルに招聘され、文化、青少年、スポーツ賞として入閣。アビトゥーアの受験資格学例を下げ、 小学校での外国語教育を導入するなど、教育改革を推進。1996年、同州の投資行部入りし、1998年からは副代表を務める。2001年、バーデンビュルテンベルク州議会議員に当選。2002年には、セデ州支部の振興量作成委員会,会会長を務める。2002年、レジオンドヌール勲章受賞。 1998年にイスラム教の宗教的シンボルとみなされるスカーフを着用して登校するムスリム生徒の学校への受け入れを政教分離原則を理由に拒否。裁判になった結果、連邦憲法裁判所は法律の整備を要求したため、同州では全国でもいち早く州議会で当該法令が可決された。こうして彼女は、 ドイツの保守系教育政策を代表する人物となる。2004年の大統領選挙の際は、シャーバンもセディの候補として取り沙汰されたことがある。同年10月、トイフェル州首相が優待を発表すると、シャーバンは後継への名乗りを上げた。しかし党員投票で、ギュンター・エッティンガーに敗れた。2005年に、ドイツ連邦議会選挙に出馬し当選。州文化省と、 衆議会議員の職を辞した。直後にアンゲラ・メルケル新連邦首相に教育、科学省に指名されて入閣。イスラム教徒のスカーフが女性抑圧のシンボルであるとして学校での着用に反対する姿勢は堅持しているが、これに対してキリスト教に甘くイスラム教に厳しいという批判もあり、2006年6月に シュトットガルト行政裁判所がバーデンビュルテンベルク州の法令は平等の原則に反死憲法違反であるという判決を下している。2009年よりベルリン自由大学進学部名誉教授に就任。2012年初め、かつてシャーバンが博士号を取得した際に提出した博士論文に東洋の疑惑が持ち上がった。シャーバンは東洋を否定したが2013年2月に デュッセルドルフ大学は、東洋を認め、シャーバンの博士号を剥奪した。この決定後もシャーバンは、東洋を否定し、メルケル首相も遺留したが、結局教育科学大臣を辞任した。2014年6月に、連邦議会議員も辞職し、政界から離れた。なお同年、リューベック大学から、名誉博士号を授与されている。2014年5月、中馬地官大使に任命され、 9月に着任した、ファーストジャーマンアンバサダープレゼンツハークラダンショルズ、ツーザルテナントオブザグランドマスター、ソブリンミリタリー、オーダーオブマルタ、HTTPS、WWW、オーダーウーフモルタ、INT、2018、04、27、ジャーマンアンバサダークラダンショルズルテナントグランド、マスター、この際提出した博士論文について、2012年になってから 論文投用疑惑が持ち上がり、博士号を剥奪された。h t t p w w w s p i e g e l で、インターナショナル、ジャーマニー、メルケールキャビネットメンバー accused ユニバーシティ・オブ・プレジャリズム A－ 八十六万千三百二十三。HTML および HTTP コロンスラッシュスラッシュ s c h a v a n p l h e w o r d p r e s s c o m スラッシュを参照。HTTPwww.spiegledpolitique，ドイツランド。スカバントリット、オスト、ビル・ダンス・ミンランズ・ルック。 A-882389HTML。ありがとうございます。